はい、どうも、こんにちは。福田です。今日もですね、データの検証していきましょう。えー、今日のテーマは、ウーバーの特徴を検証していきたいと思います。よろしくお願いします。えー、このチャンネルなんですけれども、普段あんまり見ることのない、過去のパフォーマンスデータですね。えー、こいつを詳しく見ていくことによって、今後の参考にしていただければなっていうふうな、そういったチャンネルとなっております。えて、ー、なわけで、対象なんですけれども、ま皆さんご存知ですね、ウーバーですね。えこいつを対象として、今日はやっていきたいと思います。で、ベンチマークは、 全米株式のインデックスファンドの VTI でやっていきます。 で、検証期間は同期間比較していきたいので、2019年の5月の10日から2023年の3月31日でやっていきます。で、まずなんですけれども、この Uber 単体での過去のパフォーマンスを検証していって、その後に VTI のパフォーマンスとの比較をしていきたいと思います。で、見ていくリターンの種類は、配当受け取りのリターンで見ていきます。で、最初に結論なんですけれども、この Uber への投資前提、これは過去を参照する限りでは、まあ基本的にアメリカ株に対して強気っていうふうなスタンスになると思います。 で、VTI の上昇相場でのパフォーマンスなんですが、これは投資機関によって待ち待ちで、で、VTI の下落相場でのパフォーマンスは、これは一貫して VTI よりリターンが低かったです。で、ここからパフォーマンス見ていくんですが、注意点2つありまして、まず、この再現性は保証されていないということと、あと検証期間変更するとパフォーマンスが違ってくるかもしれない。この2点をご留意ください。で,では、以上を踏まえた上で、ここからデータ見ていきたいと思います。 はい。では、早速やっていきましょう。まずは、ウーバー単体での検証になります。で、用語がですね、一応動画の概要欄のところにも、用語解説として書いてありますので、そちらもちょいちょい参考にしていただければと思います。で、まずサンプルサイズなんですが、これ単日が1営業日、1ヶ月が20営業日、1年から250営業日ごとで取ってあるんですけれども、まあ、これ見るとですね、まあ、サンプルサイズ的にはかなり少ないというふうな感じになっております。で、一応ですね、MAX で取れたのが3年、つまりは750営業日 っていうなうな形になるんですけれれども、まあ、これでもこでササンプルサイズは、最初に上昇と下落の確率、えー、営業日ごとに取っていくんですけれども、えー、これで見るとですね、単日ではですね、まあ、50%以上の確率で下落していたという,ふうな形で,で、これが投資期間がなくなっていくと、なんとなくですね、ここの下落確率が上がっていっているふうな感じで、で、3年になってくると、全投資期間のうち、全投資期間というか、 えっと750営業日のリターンのうち、だいたい78%、80%弱が下落していたというふうな、そんな形だったみたいです。でお次に平均リターンを見ていきます。これはですねキャピタルゲインとインカムゲインを含めたトータルリターンで出してあるんですけれども、これ見ると1年のところまではリターンプラスなんですけれども、それ以降はひどいことになってまして、 ま、これ、え、投資期間っていうか、えっと、今回の検証期間によると思うんですけれども、まあ、ひとまずですね、え、この1年のトータルリターンでも 3.、え、3.83%っていうふうな感じで、まあ、そんなに良くないっていうふうなことがわかると思います。で、え、3年に関しては、え、これ100万通してたらば、平均して大体3年間で15万円ぐらい失ってたっていうふうな感じだったみたいです。で、え、次に配当利回りなんですが、配当出してないので、ここはブランクになります。で、えっと、リターンの内訳見ていくんですが、ま、これは、え、配当出してないので、え、キャピタルゲインのみになります。 で、お次にディスクの大きさなんですが、ここは単体で見てもわかんないので、後の比較のところで詳しく見ていきます。で、シャープレシュも同様に、後の比較のところで詳しく見ていきます。 で、次にですね、一番運が良かった場合のリターンの最大リターンを見ていきます。これ見ると、1年単位で見てみた場合には、まあ、一番運が良い,いと、資産がですね、1年間で大体4倍ぐらいになっていたっていうふうな形なので、まあ、それなので、まあ、一番運が良ければっていうふうな前提なんですけれども、まあ、少なくともこの Uber を通した人で、1年間で資産が4倍になった人はいたっていうふうな、そんな形だったみたいです。ただ、2年と3年でガクッと下がっていて、でまあ、一応単日単位で見てみても、大体4割ぐらい増えてるっていうふうな感じだった みたいです、す逆に、えー、一番運が悪かった人のリターンの最小リターンを見ていくんですが、えー、単日で見てみると、えー、1日で2割ぐらいですね、資産を失っていて、えー、1ヶ月で一番運が悪かった人は、え、6割ぐらい。で、え、こっから、えー、6割ぐらい続いていて、まあ、大体ですね、え、一番運が悪かった人っていうのは、まあ、タイミングですね、え、悪かった人っていうのは、ウーバー投資して、まあ、大体ですね、まあ、半分近くの資産になっちゃってたっていうふうな、えー、そんな形だったみたいです。えー、とりあえずこれが単体での検証でした。では、えー、お次にですね、え、この Uber と VTI ですね。こいつを比較していきたいと思います。まずは平均リターンから比較していくんですけれども、まあこれ見るとまあ広いもんですね。 え、これ VTI、え、つまりアメリカ全体の平均リターンが、ま、ここ1年間の中だと、13.58と、ま、かなりですね、え、この期間アメリカ株は絶好調だったのにもかかわらず、え、この Uber は1年で見ると、大体ですね、4分の1とか、え、損壊のリターンしか達成できていなくって、で、2年と3年に関しては、アメリカ株が大幅に上昇している中で、え、この Uber は逆に下落していたっていうふうな、え、そんな形だったみたいです。で、次に平均配当利回りなんですが、え、これは Uber は出してないので、VTI のインカムゲージ、 の確認っていうなうな形になりますで、標準偏差を比べていくんですけども、まあこれは明らかに Uber の方がリスクも大きかった。つまりはリターンの振れ幅の大きさが VTR よりも大きかったっていうふうな、そんな形だったみたいです。で、シャープレッシュを比べていくんですが、まあこれ Uber の方がリターン低くてリスクが大きいんで、まあシャープレッシュは VTR に負けるよっていうふうな、そんな形になります。 で、次に、えっ、ーえー、と、連動性を表す相関係数を見ていくんですが、まあ意外とですね、この VTI との連動性は高いっていうふうな、そういったことがわかります。まあこれ、単実単位だと0.54と、まあそれなりに強い純相関となっているんですが、なんとなくですね、この投資期間が長くなっていくと相関が強くなっていくっていうふうな、そんな傾向が見て取れます。 で、お次にディスク倍率なんですけれども、まあこれ、さっきの標準偏差を VTI の標準偏差で割った数値なんですけれども、まあこれ見ると、大体ですね、この Uber っていうのは VTI よりも2.5倍ぐらいのディスクを取っていたってことがわかると思います。で、えっと、相関係数とディスク倍率掛け合わせたベータ値見ていくんですが、まあこれ、ベータ値が大体1超えているので、まあそれなので、感能度はですね、それなりに高かったってことがわかります。 で、えっと、ベータとアルファのリターンで分解して見ていくんですけれども、まあ、これ見た感じだとですね、まあ、明らかにアルファはマイナスに突っ込んでいるので、まあ、それなので、本来であれば、マーケット全体が好調だったので、まあ、それなので、プラスのリターンを得てたはずなんだけれども、ウーバーに個別の事情によってですね、マイナスのリターンが誘発されちゃっていて、で、それがですね、ベータによるリターンを食っちゃって、まあ、あの、全体のリターンとしては、ここの2年とか3年とかだと、マイナスに突っ込んでるっていうふうな、そんな形だったことがわかります。で、一応、構成比率 示すおくとこんんなな感じになってるで、すがまあ、ベートとアルファは理論リターンなので、実際に VTI が上昇したときと下落したときにどんな感じだったのかってことを見ていきます。まずは、上昇時の平均リターンですね。これ、VTI が上昇したときにはですね、ここの1年のところまでは、まあ、ウーバーもですね、同じぐらい上昇していたってことがわかるんですが、まただ、この2年と3年でですね、かなり差がついておりまして、VTI が上昇している中で、 このウーバーは逆にマイナスのリターンが出ていたってことが確認できるんじゃないかなと思います。まあこれ、検証期間の問題というか、ここの期間切り取っただけっていうふうな、そういったことではあるので、それなのでこれが再現するかどうかって言われると何とも言えないところではあるんですけれども、ただこれが再現しちゃうっていうふうな過程なのであれば、このウーバーへの投資っていうのは VTI が少なくとも今後が1年以内に上昇すると思っていて、で、なおかつそこのウーバーにかけていくっていうふうな、そんな形になるので、少なくともこれが再現するっていうふうな前提なのであれば、 一年以上投資するのはあんまり良くないんじゃないかなっていうふうな、そういった結論になるんじゃないかと思います。 じゃあ逆にですね、VTI が下落した時に Uber はどうだったのかって話なんですが、これは一貫して Uber の方が VTI よりも下落幅が大きかったってことがわかると思います。まあここのところですね、短日とか1ヶ月とか、まあこの時点でも結構差はついているんですけども、これが投資期間長くなっていくともっと差が広がっていって、特に一番ひどいのがここ2年のところなんですが、VTI が平均してマイナス1.78%の下落なのに対して、この Uber はマイナス45.38%平均して 下落しているので、まスと,とりあえず、これが比較なんですけれども、ちょっとまとめるとですね、このデータ自体というか、ベータとアルファはですね、定常値ではなくって、あくまでこの期間切り取った時に、まあ、こういう風な感じでしたよっていう風な、そういったものではあるので、それなので、まあ、再現する可能性はなくはないけれども、別に高くもないっていう風な、どっちでもないっていう風な感じなんですけれども、とりあえず、これが再現するっていう風な前提で、 投資するんであれば、まあ、さっき言った通り、まあ、一年以上ウーバーに投資すべきではないですし、そもそもの前提として、VTI というか、アメリカ株市場全体が上がるっていう,ふうなことを前提として、投資しないと、まあ、あまり良くないんじゃないかな、っていうふうなことを思います。えー、とりあえず、これで動画は以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでやっておりまして、リクエスト質問感想をお待ちしておりますので、コメント欄に書いていただければと思います。あとですね、えー、今後の励みになりますので、高評価とチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。はい。というわけで、えー、今回以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。